この周りの地域っていうのは大正時代から開拓が始まって自然が厳しいところでしたので離農が進みました。でちょうどその頃に、いわゆる石油ショックがありまして乱開発の危機にさらされまして、それに非常に危惧した斜里町がどうにかできないかと考えました。その時ヒントになったのがイギリスで行われていたナショナルトラスト運動です。これに倣って斜里町が始めたのが知床100平方メートル運動になります。全国から数万人の方のご支援をいただきまして、無事土地は取得保全することができました。取得した土地に木を植えて、さらに自然の森に戻す運動をやってるわけなんですけども、それを担っているのが知床財団になります。私ども知床財団は、知り守り伝えるということで森を守るという仕事を中心にしています。この自然教室のキャンプ地に、子どもたちも使えるもので、あと自然も体験できるものということで、このツリーデッキを作り始めました。ですね、自然教室の、子どもたちに、自分の目線だけじゃなくて、高いとこから、見渡して、例えば海が見えたり、木の葉っぱが見えたり、いろんな、風景を見てもらいたいなと思って作りました。最初作ろうと思った時は、本当にできるか自分でも半信半疑だったんですが、たくさんのボランティアの方に手伝っていただいて、想像以上にしっかりしたものができたなと思っています。Thank you.